高先生にやってほしくない、好ましくない勉強法。ということで、今回お客さんを呼びしております。もしもし。お願いします。高専テクノゼミの藤本です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあね、ついついやっちゃいがちな、まあね、目先を見たらね、こっちの方がいいんじゃないかって思っちゃいがちな勉強法を紹介していきましょう。それではまず最初お願いします。これ勉強の全体像の話なんですけど、高専の勉強良くないのは、木を見て森を見ないようなやり方をやっちゃう人。結構高専って単位取るの6割で厳しいって言われるんですけど、逆に4割を解けなくてもいいわけじゃないですか。なんですけど、テスト勉強してるとめちゃくちゃ難しい問題がバンってたまに出てくるじゃないですか。それを適切に捨てることができるようにしないといけないんで、まず全体像が何で、今自分がつまずいてるのがどこかみたいなのが見えてるとかなりコスパよく勉強できるかなと思うんで、いきなり問題集とか解き出しちゃう人は良くないかなと思います。確かにおっしゃること分かりますね。まず、なんて言うんだろうな、試験範囲のページペラペラペラって全部見てみて、なんか人によると思うんだけど、解きやすそうなところからやるとか、なんかとりあえずまとめシート作るってすごい大事ですよね。じゃあ二つ目は僕からの提案で、まあ過去問ね、丸暗記しちゃうって人、なんか 準備しなさすぎて最後のあがきでやっちゃうみたいなことあると思うんですけど、まあこれあんまり意味なくて、そっくりそのまま出ること少ないし、まあ、楽しくないし、非効率だし、まあ何せ応用が効かないので、あまりおすすめできないということになりますね。なんかどっちかっていうと、何年間分か見て傾向をね、把握したりとか、自分でちょっと問題改造するとか、なんかそういう使い方をすると、あ、高先生いいね、賢いねって感じでね、心躍ります。これに関してちょっとね、コメント伺いたいです。本当におっしゃるとおりだと思います。過去問完全に覚えちゃうと、毎回先生もテスト勉強考えるの意味ないじゃんってなっちゃうで、ちゃんとそれは傾向とか見ながら、まあちょっと試験を通して先生とコミュニケーションを取りに行くと楽しいかなと。まあね、先生もそのまま出せないので、逆にね、ちょっと外すぐらいの、過去問見て外すぐらいの対策ぐらいがいいのかなと思います。はい。じゃあ、次行きましょうね。試験勉強の順番考えない。ああ、ちょっとね、これお願いしたいですね。これはですね、なんか暗記するやつとか覚えるやつと、理解するやつとかで勉強にかかる時間違うじゃないですか。それと、試験の日程があって、で、そこからうまく試験の勉強を取り組むステップを自分で作れてると失敗しないんですけど、なんか焦って、この専門は難しいからこれやらないとみたいになってて、暗記をおろすかにしてそこがタイムとしたとか結構あるので、まあ、全体像を先に見ようっていうのもあるんですけど、試験勉強の全体像も先にまず見て、何からやるべきかとかはちゃんと考えた方がいいかなと。ああ、めちゃくちゃ共感できますね。いや、普段からコツコツやるに越したことはないと思うんですけど、まあ、限界ってあるじゃないですか。で、僕1週間前にテストに行って張り出されるときにいつも思ってたんですけど、いや、もうちょっと早く知りたいって思います。本当そうですね。なんかそれによっていろいろ予定変わるじゃないですか。全然違います。それね、一つ思いましたね、すごく。なんて言うんだろう、剣道やられてるからこの例え多分通ずると思うんですけど、間合いに似てません？テスト日程とその剣道の間合い。この距離ならこう攻めるから早く立ち位置取ってくれよみたいな。こっちの対応するパターンに変わりますもん。そう。すごい共感できたな。あと組み合わせとかにもよりますよね、ほんと。これも一応参考にしてほしいですね。はい、もう試験勉強の順番をしっかりね、吟味してこだわってほしいと思いました。はい、じゃあ次行きましょうね。はい。まあこれ僕やってたな。無駄に体力あったから、前日ね、徹夜して追い込む。まあ、でも、特に、進学予定の人は、その、数学、物理、英語、科学などでは、しない方がいいですね。頭に残らないですし、そう。なんかもう、ね、夢見た後の夢忘れちゃうみたいになっちゃうんですよ。テスト終わったら、何だったっけ、これ、みたいな。そうですね。で、結局、4年生の半ばぐらいで、結局最初からやらないといけないみたいな。そもそも、良くないですよね。なんか、当日徹夜して点数が取れてるかっていうのを考えてほしいんですけど、なんか、僕も結構徹夜してた時期は、もともとあったんですけど、まあ、なんか頭フラフラするんで、あんま動いてなくて意味わかんないと考えちゃうんです。いやー、危ないですよね、あれ。普通に危険行為。なんか、高専のテスト勉強っぽいんで、夜までやりたくなる気持ちはちょっとわかるんで、なんか雰囲気をやりたくて、友達と電話して、なんか3時、4時くらいまで起きてた時期があったんですけど、それをやめて寝るようになってから、勉強時間増やしてないんですよ。普通に成績が上がりました。なんで、寝た方が、単純に。いい話ですね。はい、そうですね。なんか、はい、そうですね。編入科目に、関係ない科目とかなら、100歩譲ってね、まあ、最後の追い込みかけていいと思うんですけどね。基本的には、夜更かしせずに、夜寝てた人の方が長期的になんか勉強でうまくいってる人が周りに多いかなと思います。はい、じゃあ、はい、次行きましょうか。じゃあですね、公式や定理の手順だけ覚えてしまうっていうパターンです。まあ、これね、僕は持ち寄ったんですけど、そうですね、これももったいなくて、なんかよくやりがちなのが、やり方とか公式とかに値入れてるだけの人。なんかそれって、ね、AI とかプログラムでもできるんだから、せっかく僕たち脳みそあるわけで、なんでこれ成り立つんだろうとか、何に役に立つんだろうとか、あ、
これ使えるからこういう計算ができるんだっていうのを考えると、回り回ってそっちの方が頭に残りやすいと思うんで、そういう勉強してほしいですね。まあ、気持ちわかるんですけどね。なんか点数取れればいいやとか、早く問題解きたいって気持ちはわかるんですけど。そうそう。ポンポンも多分、教科書は教科書とか、講義は講義で、なんか全体の流れとかストーリーがあるんで、そこがつかめるとちょっと熱いんですよ。なんか、昔のこんな人はこんなことを考えたんだ、みたいなのがあって、ちょっとエモいので、そっちを楽しんでもらった方がいいかなと思います。熱いとかエモいとか、気持ちわかりますね。はい。いや、こうやってないとやってられませんよ、こんな量多いのに。共感できました。はい。じゃあ、最後行きましょうか。はい。まあ、いきなり我流でやるってのはよろしくないですね。例えば、もう英語調べれば、いや、文法大事だよとか、こうした方がいいよとか言ってる人いっぱいネットにいますし。確かに確かに。まあ、今僕らが言ったことも含めてですけど。なんかコメントありますか？そうそう。これでいくと、多分テスト勉強で、やるときに、一番最初にやるべきなのは、その科目の先生に、今回どういうの出しそうですかって聞きに行くとか、そういうのが大事な気がします。問題とかは正解ないんですけど、なんか何を問うてくるかとかは、なんか抽象的には何かしら答えてくれると思うんで、なんか、はい。そうですね。なんか、高先生男子って、男子高先生ってそういうのぼやかして聞くの苦手なんですよね。なんか、直球で聞いちゃうみたいな。で、高専の先生もドン引きしちゃって、いや、教えるわけないでしょみたいな。あ、そうなんですね。僕、素直な子多いですよね。僕はもうテスト期間始まったら、まず最初に各専門の先生のところに行って、今回はこういう範囲だったけど、どういうのが大事かなみたいな話を聞きに行って、ああ、こういうのがしそうなんやなみたいなのを掴んでから勉強しました。ああ、いや、なんか聞き方が上手なんでしょうね。なんか自分の一人で黙々と教科書とか読んじゃうよりは、なんか一回コミュニケーション取って進めた方がいい気がします。他にも強いて言えば、まあ先生に聞きに行くのちょっと抵抗あるって人は、まあ同じ学科の先輩とかね。部活とかで聞くのが、まあ一番、対策方法一番知ってると思いますから。はい、それは、そういうのもありですよね。ありがとうございました。そうですね。いきなり変に我流でやるのはおすすめじゃないですね。もうなんか、ほとんどの科目でそういう、これやった方がいいよって言ってる動画とかブログありますから、まずそれ調べるとありですね。今日紹介したやつの逆張りをしていくとね、多分勉強うまくいくので、頑張っていきましょう。はい。今回もありがとうございました。高専テクノゼミでは、高専生向けの定期試験と、あと大学編入試験の対策を通して、高専の出口の支援をさせていただいております。学習相談はいつでも無料で受け止まっておりますので、ぜひぜひお申し込みください。そうですよね。高専のね、結構ニッチな、ね、内容だから、こういう相談できる場っていうのはありがたいですよね。はい。ということで、今回終わっていこうと思います。もし、今年度、高専受験予定の方、ご家庭、ご本人が動画をご覧の場合は、高専受験生向けの教材、動画、これからたくさんアップロード予定です。ぜひ、引き続きこちらのチャンネルの動画をお楽しみください。毎年、このチャンネルや動画をしっかり見て、高専受験を有利に進めている方がたくさんいらっしゃいますので、ぜひとも引き続き一緒に頑張っていきましょう。在校生向けの教材も絶賛販売中です。かなり人気商品ですね。もう定期試験や大学受験を有利に進める人は使っています。大日本図書の教科書ガイド、解説書なんですよね。略解しかなくて勉強しにくい。途中式をふんだんにめちゃくちゃ詳しく書いている PDF 教材になっています。ぜひともお買い求めください。短期受講生募集中です。4月、5月、6月ぐらい、定期試験対策だけ少し受けてみたいですという方、募集中です。概要欄、コメント欄から体験授業のお申し込みをお待ちしております。大学編入への過去問配布中です。こちらのアンケートをお答えいただいたら、大学編入、こちらでストックしている過去問プレゼントいたします。ぜひともアンケートをお答えください。新1年生向けの予習講座のご案内です。前期中間試験が5月の末、6月頃にあると思います。そちらの対策のめちゃくちゃお得な講座になっていると思います。もしね、高専新1年生授業を受けてみて、ちょっとね、学校の授業ちょっときついかなって思ったら、こちらのね、講座受講してみてください。もうかなり強力なサポートになっています。100万円分ぐらいの授業がね、1万円分で販売してますから、こちらぜひともご利用ください。2年生向けの数学講座も開講中です。春季講座ですね。大日本図書の線形代数微分積分1を想像していただけるとわかりやすいと思います。こちらの教科書、丸々一つ分、丸々一冊分、それぞれ解説、授業をしています。予備校レベルの分かりやすい授業になっております。実際にこれを使われた方がね、大学編入を有利に進められたりとか、定期試験で80点、90点取れるようになりましたという声たくさんいただいています。ぜひともこちら、ご利用ください。高専生向けの授業資料も配布しています。こちらもアンケートを答えていただいたらですね、アクセス URL をお送りしていますので、ぜひともご利用ください。